古川哲夫は、日本の医師、医学者。専門は、神経内科学。1934年、兵庫県伊丹市に生まれる。1961年、東京大学医学部医学科を卒業する。1962年、東京大学医学部第三内科に入る。1967年、医学博士号を取得する。1968年、 東京大学医学部の保健神経内科に入る。1969年から1971年、および1977年、ロサンゼルスのカリフォルニア大学に留学する。1975年から80年にかけて、東京女子医科大学神経内科非常勤講師を平任していた。1978年、日本赤十字社医療センター神経内科部長となる。 1980年から2002年まで、東京医科歯科大学医学部神経内科助教授、保健衛生学科教授を務める。2000年から2013年まで、千葉西総合病院顧問を務める。専門学校東京医療学院講師。反省遺伝性筋ジストロフィー、顔面健康上腕型筋萎縮症の研究、神経症工学についての臨床研究を行っている。 2000年に脳死を人の嫉妬することに否定的な市民団体や国会議員が開催した市民と中産業院議員の共催によるシンポジウム臓器移植法成立から3年、今改めて脳死と臓器移植を等にシンポジストとして参加している。脳死者に本当に意識はないのかということを研究しており、脳死患者に意識があると主張している。2011年2月20日、 フジテレビの番組、奇跡体験。アンビリバブーに出演し、脳死判定された患者について、上報性網様体という脳幹の一部が残っていると意識は残っていると述べた。ありがとうございます。